プーマのファストフォワードニトロエリート。形状がね、特徴的で。スピードを出す感じで、なるほどね。十分気持ちよく履けますね。で、プーマ好きなんだよっていう人は、はいはい、ぜひ。皆さんこんにちは。こんにちは。アントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー、はい、藤原さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。今回ご紹介いただくシューズはこちらです。プーマのファストフォワードニトロエリートということで、なかなかこう形状がね、特徴的で、ここのつま先とかかととだいぶ反り立ってる感じですけれども、はい、こちらのシューズについてレビューをお願いいたします。ね、横向きに置くと結構な形状ですね。ね、すごいっす、これ。はい、すごいす内側もこうやって絞ったデザインで、ね、波打ってんすよ、ほら。いや、本当だ。こんなです。こんなになってます。うん、ね、去年の11月末に、はい、まあ、アメリカ の大きな見本市のランニングイベントっていうところで、うんうん、まあ、プーマの担当者の方がこう発表してたんですけど、はい、うわーと思って、はい、まあ、見た目そう思うじゃないですか。はい、これ、ね、履くと、うん、どちらかというとやっぱりレーシングフラット、フラット感があるんですよ。不思議なことは、あ、要はあの薄底、薄底 感があります、はい、そんなにね薄底っぽい感じではないですけど、ね、でこれをそうそう、うん、でこれをですねこう使うと当然波打ってなんですけど、なるほど、自分の中でかなりこう、はい、マックスのスピード、特にあのワークアウトですよね、その少しインターバルとかペースとかそういうのを日常的にやってる方で、うん、それのこうちょっと一番速いより、なるほど、まああの戦車とスパイク履くような用途で履いたらいいと思うんですけど、なるほど、要はなぜそう言ったかというとスピードが出てるとですね、はい、こっからついてる人ってあんまりいなくて、まあ、そうですね、スピード出ればね、ね、前傾してるんで、まあ ここでつくと、あの意外とですね、ここで走ってる感じになるんですよね。そっか、だからフラットに感じるんですね。あの薄く感じるんですよね、走ってて。なるほど、うん、確かにここ前足部相当薄いっすね。そうなんですよ、だからあの割とあの僕この間インターバルであの400、300、はい、200をあの繰り返しのインターバルしたんですけど、はははそういうスピードを出す感じで、なるほどね、十分気持ちよく履けますね。はっていうか、まあ、うん、履きやすいかもしれない。なるほど、そうなんだ。極力ですね、こうエリートとか、うん、はい、ファスト R のような、はい、こうバウンドが、はい、あのある感じではなくて、これもねレーシングシューズですね、はい、ね、はい、むしろちょっとこうバウンドが抑えている感じの作りになこの素材になってます。で、パワープレートってこうプレートがしっかり入ってるんですけど、はい、まあ、このカーブなんかの違いもあるので、はい、全部が一緒とは言えないんですけど、うんうん、あの非常にこうこのプレートはどっちかというとこう設置でこう早く走るためにバウンドを起こすというよりはあのこの方向にずっとしてくれる感じですかね。なるほど。タン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 ってできる感じで、とてもあの見た目よりはあのシンプルな履き心地です。へー、なんか回転が上がりそうなイメージがありますね。はい、で、あのもうスパイクアッパーなんで、これはあのスパイク、はい、もうスパイクみたい、スパイクなんですよ。スパイクと同じあのアッパーなので、ちょっとですね、僕はあのかかとが動く感じがするんで、なるほどね、あの自分でこう穴開けちゃおうかなと思って、こういう風にあの最後の穴も作っちゃうと思うんですけど、まあ一応ですね、ペニャプニャの中にもヒールスポイラーって、はい、あの尾びれがついてまして、ね、うん、はい、かかとがあのしっかり立つようになっているんですけど、はい、ということで、もうあのお話聞いても分かったと思うんですけど、あの5キロ10キロのってことですね、はい、まあ海外ではやはりね、あの5キロ10キロのあの大会がですね、うん、盛んに行われてまして、考えてみるとフルマラソンよりもね、はい、5キロの方がまあハードルが低いので、そうですよね、誰でも出ますからね、確かにね、そういうあのイメージの大会がまあたくさんあるんですよ、うん、なるほどなるほど、それのまああのエリートランナーとか、まあ、市民エリートの、うん、まあ、ランナーの、うん、まあ、うん、短い距離のレースって感じですね。へえ、なるほど、はい、まあ、非常にこう極限まで薄くして、すごい薄いです、はい、あの通気性を持たせたものに、うんうん、あのパワーテープですね、要所要所をあの補強するような形の、ね、ちょっとね薄くて見えないと思いますけど、そう、パワーテープ、パワーテープがありますね、うん、まあ、ミニマルな作りになってるんですよね、はいはい、で我々あの5キロ10キロがないので、はい、なかなか、まあ、でもこれから多分今年は結構増えると思うので、はい、ぜひそれも参加してもらいたいんですけど、うん、まあ、あの今言ったようにインターバルですね、なるほど、うん、ワークアウトで使ったりするにもいいし、はい、あとですね、まあ、昨今こう走れる人ほど偏ったブランドになってるような思いますので、ちょっと目立ってやろうなんて人はかっこよくていいんじゃないですか、うん、すね、これね、うん、あのね、プーマのレーシングシューズといえば、うん、ファスト R とか、はい、ディベートニトロエリートとか、うん、その辺もありますけど、はい、その辺の
違いもね、プーマ好きの方は気になっているかなと思います、はい。それはそれでまた別で、別でね、履き分け方とか、はい、その辺出したいと思いますので、うん、そちらも後日出ますので、ぜひチェックしていただければと思いますが。だからまあ、あえて他社さんで言うと、うん、まあ、匠線とか、なるほど。ニューバランスの、フューエルセルの SC ペーサー。ペーサー。とか、はい、そういったところと、まあ、あとストリークフライ、ナイキのストリークフライとかと被るんですけど、プレートがもう入ってるという点では、うん、まあ、ペーサーと近いんですけど、ペーサーの方がもうプレート感じますね。うん、スプーンプレートしか感じないですけど、こちらは先ほどもね、ちょっと言ったように、こう、フラットにするイメージがすごいあって、うん、ここでつくと、まあ、フラットになるんですよ。うん、ここでついちゃうと、こう、怪しい感じになると。はい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 、はい、うん。だからまあ、これでジョギングするとですね、なんとも言えない感じですけど、そうでしょうね。はい、うね、早く走ると、レーシングフラットになって、まあ、はい、他社さんの同じ、こう、用途のブランド、シューズともちょっと違いがありますよね。なるほどですね。うん、そしたらなんか部活生とかもいいのかもしれないですね。ちょっとお値段的には26,400円なので、あれですけれども。まあ、この辺のシューズはやっぱりこう、目立とう精神というか。目立とう精神。はい。もう誰も履いてないやつ欲しいなとか。うん。そういう人は、ぜひ履いてほしいですね。すごい。性能は、よくここで、こういうの、レビューで言ってるんですけど、今もう履きでスーパーシューズも、こういった、ネオレーシングフラットって僕勝手に言ってますけど、ネオレーシングフラット、ね。新しい、昔のフラットじゃないスタイルのレーシングフラットも、もう、とっくにブランドが、で、差がないというか、機能は追いついてるし、もう色も出し始めてるんで、はいはいはい。もうこうスタンダードはできてて、そこにもう色も出来始めてるから、好み。ぜひそこは履きに行くとかね、感じでやっていただいて、まあもう安牌の選択肢をする人はしていただいて構わないんですけど、いやー、履いてみたいな、プーマ、大森さん言ったみたいにプーマ好きなんだよっていう人は、ぜひ。で、今年はプーマ、このファストフォワードを出してきてますけど、ファーストアール、ファーストフォワードもありますし、デイリートレーナーのフォーエバーランとか、ホエバナニトロ、はいはいはい、あとは、マグニファイニトロ2とか、はいはいはい、デイリートレーナーモデルも結構熱いんですよ、うんうんうん、もういよいよプーマが本気でランニングを熱いですね、うん、ランニングね今年なんでぜひそういう意味ではプーマの揃いちゃうかななんていう人もいてもいいんじゃないですか、うんうんうん、確かに、うん、いいですね、はい、はい、ということでありがとうございました、はい、今回ご紹介いただいたのはプーマのファストフォワードニトロエリートでございます、はい、ということでこの動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。シューズの詳細概要欄にも貼ってますのでぜひそちらもチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。